ヨセミテ国立公園のヨセミテバレータニとは、山や丘、尾根、山脈に挟まれた、周囲より標高の低い箇所が細長く溝状に伸びた地形。成因により構造国と侵食国に分類される。小ぼけ谷は抗議には、周囲より標高が低くなっている地形であり、細長く溝状に伸びた低所の総称を言う。地図においては、尾根とは逆に東高線が、 王城になって現れる。ただし、抗議の谷は、谷底が一方向に向かって、低くなっている必要はない。谷で一番多いのは、河川侵食国であり、谷は競技には、河川の侵食によりできた過酷のことを言う。谷を流れる川のことを渓流と言い、そのような谷は、渓や谷とも表記され、渓谷とも言う。イギリスでは、デールと呼ばれ。 その数が多いヨークシャーデールズ国立公園がある。日本で谷というと、幅の狭いものを考えがちであるが、グレートリフトバレーやカリフォルニア州のセントラルバレーでは、谷の幅が1 0 0トルにも達する。新植国と諸生谷谷はその成員により、新植国と諸生国に大別される。新植国とは河川、波、風、流氷。 氷河など主として流体の運動によって侵食された谷を言う。侵食国は生因により河川侵食国、氷食国、洋食国、風食国、海食国などに分類される。最も多いものが河川侵食国である。過国は断面の形状により V 字国、有字国、ノコギリビ北に峡強国、海藻国、谷床か、バコ国、 非対称谷などに分類される。諸星国とは侵食以外の成因によってできた谷で、ある。諸星国も成因により、変動なる谷、火山なる谷、修道なる谷、大石なる谷などに分類される。なお、断層や終局によってできた谷は、構造国とも呼ばれる。左右両側の斜面勾配に著しい異なりを見せる、谷を非対称国という。縦谷と、 横谷山脈に沿って流れる谷を縦谷、山脈を横切る谷を横谷という。横谷のうち、もともとは川が流れていた平地の一部が隆起して川を横切るように山脈が形成されるときに、隆起の速度よりも谷の下国が早い場合に、形成されたものを先行国という。吉野川が四国山地を横切る箇所にある大ぼけ、小ぼけが代表的である。 流気の速度の方が速いと谷は切断される。谷だったエリアに泥など柔らかい土が堆積して平坦になった地形を埋没国と呼ぶ。日本では関東平野の一部である東京特部東側などの例がある。強い地震時には液状化現象が起きやすい。堆積物があっても谷底平野などとして谷の形状が残っている地形については埋積国参照。 日本で、国、野と、他日、野地と表し、や、野と、やつ、野地などと読む地形及び地名については野党参照のこと。また、東日本では、沢と呼ばれることが多いが、西日本では、谷と呼ばれることが多い。つまり、国と、拓とは、同じ意味を表す方言同士であった、という見方も可能である。例えば、谷川学と、 丹沢山とは、共に谷あるいは、沢の多い山を指す三名である。特に中間の富山県では、谷は比較的規模が大きく深く、沢は比較的規模が小さく浅い意味で用いられる。越えることが難しいことを谷に例えて、死の谷、不気味の谷現象といった表現が使われる。ありがとうございます。